最後です。はい、ということでみんなやれんの、やれんの、何やれんの、なんかやっぱやれんの、なんかもうちょっと盛り上げてるやれんののやつだけどやってほしいんだけどね。やれます。語っていた趣味は何。魚をさばくこと。正解です。趣味は魚をさばく動画を見ることです。泣いちゃうところがあるのでこれから泣かないように頑張ります。泣いちゃう、気持ち悪い。シンギシンギ、さばけないです。動画を見ることって言ってたので趣味は。じゃあ一番先に書いた人いいですよ、正解にしました。つむじを探すこと。いいですね。あ、そういうことか。いいですね。答え出てる。やばいもん、やばいもん。すげえ。ニットワンピザンポ。すげえ。ジャンボの種取り。いや、答え出てる。まあまあね。魚を探す動画を見ること。そうそうそう。それそれ。それなんであれ書かないのよ。誰が経営していた貨幣の名前まで。はい、高橋さん。セブンティーン。あー、違う違う、レボリューション。レボリューションじゃないで、ランボー、サクランボー。すげー。はいはいはい、セブンティーンアワー。あー、素晴らしい。これ知ってるかも。え、待って、なんだっけ、なんだっけ、手の子。すごいね。テレビでチラッと最近見た気がします。そう、マユユ。ジョージ破りのジョージさん。王子のメロディー。ジョージさんでエレキベースやってるから。 PTA の会長。K ダッシュの社長。惜しい。 K ダッシュの役員。正解でございます。が演じた役のキャッチコピーは何。え、なんだっけ、え、なんだっけ。社員レーダーあや。それ私。社員テレスコープあや。それ私、私。キャプテンが自分で出して覚えてんだ。仮のあや。すげー。俺は違う、覚えてないです。あなたね、言ってましたの役なんだから。あれ？社員ブレスケア。すげえ。わかんないか、みんな。はい。これあやもわかんない。社員ハンターで。え？簡単だったのに。私2回参加したことがあるんですけど、悪魔のゾーンでここが長くて圧倒的に。横浜じゃんけんなんじゃないの？場所があるの。横浜じゃんけん、じゃんけん、じゃんけん。はい、いかがでしょう。あいこでしょ。おたけ、おたけ、横浜じゃんけん、じゃんけん、ハマ、ハマ、イエーイ。いや、一番負けたらやばい。なんだよこの。なんだ意味ねえな。データ回線。でもいいですねこの順番で。これは2週ぐらい。キャプテンがグリーンピースで。キャプテンがグリーンピースだったの次の。あそこ。あ、攻めましたね。攻めたよ。これはあしてもあや。頑張れ。グリーンピースで待ってますよ。ギリギリでね。回り込みで。なるほど。攻めますね。返した。強気同士ですね。ファインプレーじゃないですか。これ。さあどうする。これ時間、俺が攻める。逆でいく。攻める、攻める、攻める。おお。6個目。ああ。来てしまいました。ということでキャプテンアウト。ミラオカが攻めるんですよね。攻めてね。大丈夫で落ち着いて。落ち着いて。うん。あ、そうそうそう。まあ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 。シンプルシューマイです。初手、初手、初手。逆に言ってますね。リバース。おお。リバースもあるんですかこれ。頑張れ。あっとまだ。なお時間が長くなる。アウト。横浜デート楽しかったね。うん、サングラス似合うね、すごい夜だけどね。そうかな。夜だけど。妹の顔しか見えないよね。あともう。ありがとう。しょうがないよ。歩いてて。何も見えねえよ。私が見えてんならいいよ。大阪から歩いてきたのは結構好きだよ。
座り方なんだ。難しかったね。いいな。ちょっと足をもうちょっと閉じてもらえませんか。何言ってるんだ。これぐらいやったらちょっと閉じるか。そこは目つむるし。怪しいなこれ。誰かに指さ、周りの人に指さ。いやありがとうね。冬もさ。いいじゃない横浜は。冬の横もいいよ。冬の横浜そうなの。私は一回も来たことがないんだけどさ、一緒にいたいからさ、これからも。いないな。だから今年のクリスマス当日も一緒に二人で過ごしませんか。ここまででいいんですよ。さプリーズください。どこ行くんだよ。近くで春日さんとずっとお話しするっていうのが初めてで、インパクトがすごすぎてなかなか耐えるのが必死でした。8年間横浜の高校通ったけどさ、卒業しちゃうねついに。そうだな、必要だったよな。自分の力を試せる、社会に出て試してやろうと思ってるからや、やってやるぞ。でもでもお別れじゃん。一緒会わねえわけじゃねえからさ、関係ないね。あ、横浜ちょっと一回座ろう。悩んでる。どっちだ、僕だ。春日くんと8年間一緒に過ごせて本当に幸せだったな。どうしたんだよ。変なもんでも食ったか。私は沖縄仕事だから離れ離れじゃん。今までみたいに一緒に過ごせる時間は減っちゃうけど、私のこと絶対忘れちゃダメだよ。下からだ。嫌がってますよねこの顔。ありがとうございました。春日さんの言葉でうるうるしちゃいそうになりました。なんか、はい、なるほど。いやなんか卒業と合わさって本当に、なるほど、言葉が本当にちょっと来ちゃった部分もありましたね。ちょっと確認しなきゃいけないことが、あなた誰ですか。何を言って、春日だ。優勝者にかけるやつ。横浜ジャケットですね、通称。そうだ、ないかも。じゃあこれは優勝者にはこれがかけられる。そういうことでございますね。っていうことなんですね。はい、あ、もう、あ、もう質が出てるね。まだもう、こいこい、あカメラさん、その可能性あるのじゃんの、これどこ行くんだろう。スタッフの可能性もあるのこれ。ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。